はい、始まりました。アキテルのオールナイトで一本でございます。今日がおそらく8回目になろうかと思いますけれども、なろうかと思いますけどもちょっとおかしいですけどね。はい、やっぱりね、一人でやるのは寂しいから今日も呼んでます。はい、この方です。こんばんは、チョコリです。ちょっと出過ぎじゃないですか。いや、あなたとね、はい、鹿さんはね、もう準レギュラーですよ、もう。待ってください。まだ前回の次回予告では、うん、あの茨城のフラちゃんとかね、うん、あの縁西さんとかね、うん、多分いたと思うんですけど、うん、いや、また僕ですか。そうそう、フラちゃんは今ほら病んでるから。あ、フラちゃん病んでる。体調方針でね、眼球にほら、もう大変なんで、ちょっと呼べないからですね。縁西さんは、縁西さん、はい、縁西さんは鹿さんの世話で忙しいから。ああ、そうそうそう、鹿の世話で忙しいんでですね。まあ、鹿はね、どこでも何分しますから、ね、そうそう、鹿コロコロしてやつね。そう、もう鹿はもう丸い糞をね、ポン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 、あっちゃこっちゃとね、散らかしていくんで。小学校の頃、鹿の糞ってお土産買いましたね。そうそう、奈良の春日の青芝にっていう、ね、歌があるんですよ。それ喜ぶの美月ちゃんだけですよ。分からんすか。分かんないです。あの吉永小百合さんが歌ってた、あの奈良の春日のっていう歌知りません？知らないです。あ、知らないか。あ、そうか、まあ、世代がね、やっぱ全然古いからですね。はい、というわけでね、早速やっていきましょうか。そしたら今日は何ですか？チョコリさんがお題を考えて、そうですよね、でそれを私が答えていくって逆パターンのやつ。そうします。というのもですね、はい、オールナイトの一本毎回参加するんですけど、結構ね、あのスパルタなんですよ、このオールナイトの一本のお題って。そうですね、わかります皆さん。一つのお題に対しての答えの出る答え出さなきゃいけないスピードがね、速すぎるんですよね。で、これを今まで ねゲストに対して答えさせていた浦野さんなんですけど、はいはいはい、あ、パオパオさんなんですけど、パオパオさんって昔なんですね、まあ、ね、それ、うん、実際にやってもらおうってことで、まあ、メイン MC なんで、それはね、いい答え出ますよ、それ。いや、そんなもん楽勝でしょ、そんな楽勝ですよね。当たり前じゃないですか。私のチャンネルです。チャンネルじゃない、私のチャンネルじゃない。チャンネルは違うけど、私のコーナーですよ、これ。唯一の唯一のコーナーです。元気コーナー、元気コーナーですよ、私のこれ。そんな答えれるに決まってるじゃないですか、そんな。答えれるから、うん、ゲストの人にバンバンやってる。そう、そりゃそうでしょ。ただ自分が答えきらないのにゲストにはフランスも、そんなの当たり前じゃないですか、そんなの。じゃあ、はい、その腕前を見せていただきましょうか。任せとけ、頑張るぞ。それでは参りましょう。飽きてるぞ、オールナイトで一本。テレテテテレテテテレテテレテテテレ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 ンテレンテンテン。はい。ねえ、そろとう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 じゃねえや。とう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 来たの、この時が。いやいや、そういうわけじゃないよ。頑張るよ。さあね、チョコリさんがお題を考えてね、私のためにね、作ってきたというお題、作って考えたお題、答えましょうよ、そりゃ。やりましょうか。やりましょうか。え、何問あるんですか、ちなみに。何問がいいですか。え、2問はね、一応用意してるんです。あ、2問まで。あ、でも楽勝。あの、おかわりあればね、考えます。いや、おかわりはもういいですけど。おかわりは、おかわりは、いや、全然、はい、で、そう、一つのお題に対してそれ 何個答えていったらいいんですか。3つ、ちょっと待ってくださいね、うんうんうん、3つにします。5つがいいですか。5つ3か5か。最初僕5だったんですよね。5やった。じゃあ3にしますか。3にしましょう。3がいいですよ。時間がもうほらもったいないから、うん、3にしましょう。時間もったいないから。3ずつ2つ答えましょう。そしたらお題2つ3つずつやっていきましょう。あ、じゃあそれでいきましょう。それでいきましょう、はい、ではまず1つ目お題です。2050年の仮面ライダーが大不評、その理由は。2050年の仮面ライダーが大不評、その理由は。はい、おお、面白いですね。はい、ではアキテルさん、答えが出揃ったようです。いや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 、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、まず出揃っては。さすが10秒でね、出ましたよ今。えすごいな、やっぱ。いや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 、シンキングタイムないですから。いや、ちょっときついな。2050年の仮面ライダーが大不評、その理由は。はい、仮面ライダー大好きですよね。大好きです、仮面ライダー大好きですよ。もう平成ライダーからね、今令和ライダーね、セイバーやってますけども、はい、昭和ライダーは。昭和ライダーも好きですよ、もちろん、うん、昭和、平成、令和とね、うん、見てますからね、うん、じゃあ行きましょうか。うん、いいですよ。はい、一つ目ですね。はい、2050年の仮面ライダーが大不評、その理由は。ちょっと長くないですか。アキテルさん、ちょっと長くないですか。
もうパンパンって出さないよ。パンパンって出しましたね、ゲストの皆さん。そんなフリーズするとこじゃないですよ。わかったわかったわかった。じゃあ行きましょう行きましょう。はい、じゃあどうぞどうぞ。はい、2050年の仮面ライダーが大不評、はい、その理由はベルトの機能が複雑で変身するのに5分ぐらいかかる。おお、どやってどや顔ってどうですか、まあ、あれですよ、あのベルトの機能が複雑すぎて、はい、もうポーズ取った後に、はい、もうボタンを押さなきゃいけないとこがボタンを押したら次、はい、こっちのボタンとか、はい、で右のボタンで真ん中レバー引いてとか、もうすーごいもうすっごいもう複雑なんですよね、あの変身するのに。で、5分ぐらいかかっちゃうから、いつもやられちゃうと。いつもやられちゃう。敵から。もう変身、敵が出てきても変身できないから、もう。時間かかって変身できないから、もうその間にやられちゃう。全部で48話ぐらいかな、仮面ライダー。はい。1回も変身したことがないっていう、ね。ただの主人公。そう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 。やられる主人公。そうです、そうです。だからもう不評、2050年はもう不評なライダーになってしまったと。なるほど、うん、未来は複雑で、そうそうです、もうベルトがもうすごすぎてもうレバーになれないです、ダイヤル回して右に3左に9とかなんかそんなんとかもこう、いや古いアナログ人もうそんなんでもう変身するのが大変だと。なるほど、それは不要です、不要です、もう一回も出てきてないから変身した姿がいいんじゃないですか。あ、いいですか。はい、あ、やっぱありがとうございますね。はい、じゃあ2つ目いきます。2つ目、はい。2050年の仮面ライダーが大不評、うん、その理由は、仕事がホストなんで昼間が起きれない、活動できない、もう夜だけしか現れないから、もう昼間に敵が現れたらもう誰も助けてくれないみたいな、もう夜だけ、そういうライダーです。回答変えますチェンジ機能1回あります。チェンジ制度1回あります。ダメこれ。だからちょっと行ってみてどうでした。えちょっと違ったなと思いました。違った。あ、僕は好きですけど。あ、好きです。あ、ホストは夜しか活動しないというとこがまずちょっと問題あっていや、昼も活動しますからそう？そう、昼も活動しますよ。だって昼間寝てるでしょ、みんないや、起きてる人もいますよそっか、昼ホストってもあるんじゃないですか。昼キャバとかありますもんね。あ、そうね、あるねなるほどね。ちょっと今農家にしましょうか。あのダメ、あ、今ノーカウント。ダメです。ノーカウント、ノーカウント。ああ、なるほど。ちょっとあのちょっと偏ってんでノーカウントですね。ああ、皆さん満足します、今ので。ダメかな、今のちょっと違うね。今はちょっと違う。あ、ダメか、ちょっと違う。ちょっと今のあのそオールナイトで一本コンプライアンスにちょっと引っかかった。あ引っかかったかしもたな。それでは2つ目、2つ目、はい。2050年の仮面ライダーが大不評、はい、その理由は、そうね。あ、もう、あの、解答権言ってるんです。解答権もう差し上げてますよ。そうね、じゃなくて。パッと言わないと。アキテルさん。パッと言うやん。パッと言うじゃないですか、ゲストの皆さんも。ああ、なるほどね。はい。そうね。じゃあもう一回いきます。はいはいはい。2050年の仮面ライダーが大不評。はいはい、その理由は、結構あの、心が優しい子なんで、主人公がね。はい。まあ、ライダーってこう、必殺技、キックじゃないですか。はい。やっぱキックができない。あ、キックができない。あれライダーにさ、そのパンチとかなかったですか？いや、ライダーパンチ。一番の必殺技はキックです。キック。うん、キックがやっぱ必殺技。昔のまあ昭和、今は違うけどね。今なんかこういろいろありますけど、まあ基本仮面ライダーって言ったらライダーキックがやっぱりね、必殺技なんで。はい。うん。まあそれができない。なんでキックできないんだよって、ね。うん、どう、敵が倒せない。怖くて。怖くて倒せない。じゃあなんでライダーやったんすかね。なんでライダーやったんすかねいやでもたまたまですよ、だから。あ、たまたまなっちゃって、たま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 キックはできなくて、うん、そう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 、敵も倒せず不評、うん、なんか間違ってアマゾンかなんかから送られてきて、でそれベルトで、アマゾンから送られてきたベルトってもうハイテクですねあれこんなん頼んだっけみたいな、こうでこう触り寄って、でこうちょっとつけてみて、でカチャってつけたらなんかいきなりこう、ね、体がこうバッタみたいに変身バッタみたいに変身確かにバッタですけどねバッタみたいになって、はい、で、あら、なんこれみたいな敵に遭遇して、はい、ね、なんとかこう戦おうとするけれども、まあ、怖いと、キックはちょっとしきらんなということで、まあ、必殺技が繰り出せない、敵が倒せない、優しいあまり、優しいあまりもう心が優しいあまりに、いやちょっと敵痛かろうね、蹴ったら
キャラの倒せんもんなみたいなそういうライダーですよ。そういうライダー。なるほど。じゃあ最後。最後最後はい、はい、最後はいはいはい。2050年の仮面ライダーが大不評、はい、その理由は1話で死んでしまう。いや1話完結。1話で死んでしまって、あとも敵の物語ですよ。もう敵がもう征服する、まあ、東京から征服しててもう侵略していく物語ですよ。もう敵しかいない、悪しかいない、もうそういうストーリーです。今日は台東区制圧か。そうそう、今日台東区、今日江東区みたいなあ、東京、これ東京終わったねみたいな。いや次隣静岡行こうかみたいなね。あ、千葉でもいいよ、どっち行くみたいな。こっちは地獄大使に任せて、俺らは向こうの方行こうか、エリアちょ変わろうかみたいな感じで。そう、俺らは誰ですか。え、俺らは誰。あの戦闘員です。戦闘員戦闘員が指示するんだね。戦闘員もいるし、はい、その地獄大使っていうのはあの、まあ、純ボスキャラみたいなのがいるんですよね、はい、でそういった人が、まあ、一応統括して、まあ、店長ですよ。店長が入る。店長、明日入れるみたいなとかね、戦闘員とかに。ちょっとごめん、明日人が足らんので、3時から6時の間でもいいけど、ちょっと入れんかなみたいな、戦闘員頼んだりとかして、まあ、そういった敵のね、がどうやって日本征服していくかみたいな、そういったストーリーです。1話で死んでしまう。ライダーは1話で死んでしまって、2話目からもう敵の物語です。あと47話は。47話は全部どうやって侵略していくかみたいな。斬新ですね。どうぞ。そういう物語です。なるほど、はいはい、後半にかけてエンジンかかってきましたね。 ありがとうございます。さすが、さすがでしょ。やっぱあ、もうこれぐらいは答えきらんとダメですよやっぱね、まあ、うん、一応ね第1問がね、はい、終わりましたけど、はい、どうですかやってみて。いやきついですね結構結構きつ い。いやー本当よー皆さん頑張ってくれたなと思います本当改めてすごいきついですねやっぱりでもね、はい、オールナイト一本は一問じゃないですからね、はい、まだありますよ問題は。そうですそうですそうです。じゃあちょっとね、はい、一旦休憩して2問目いきましょうか。はい、はい、それではここで1曲、はい、二階堂秀樹でクレーンヒューマン。アクセルのオールナイトで一本、では後半いきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では第2問目、はい、お題を言います。お題、はい、内田裕也さんにそれロックだよねと言われました、はい、何をした。内田裕也さんにそれロックだよねって言われた、何をした、これは浦野さんがね、うん、大好きな内田裕也さん、はい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 、同級生ですね。内田裕也さんと同級生、タメですね、タメ、はいはい、同級生の内田裕也さんにね、うん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 、それロックだよねって言われたんですよ、はいはいはい、浦野さん何をした、これをね考えてもらいたいと思います、うん、シンキングタイムスタート。はい、終了ですいや早くない、シンキングタイムって早くないですか今息をつく間にも早くないですか。めっちゃ早かったような気がするけど、え、そう、そんなもん、パオパオさんこんなもんだったっ、こんなもんでしたっけ。私、あ、そうですか、はい、まあ、わかりました、わかりました、大丈夫ですよ、はい、はい、それでは、はい、1つ目、はい、内田裕也さんに、はい、それ、ロックだよねと言われました、はい、何をした確かにロック、いや、これシャレならんからこれはちょっと流せこれはですか、無編集でいくんですか。いやいや、ピーって入れますよ、そりゃ。今回の編集担当誰ですかね。いや、私がするわ、そりゃ私がするわ私がやるわ、そりゃ下手に頼みよったら怖いわ。いや、面白い今の今日一っすね。あ、面白かった。今日一来ました。聞かされんわ、これはちょっと他の人には実際はね、P だらけですよね。P だらけ放送事故かなってくらい。いやいや、本当、ダメですよ、これ答えたらまあ、聞きたい方はね、また参加してもらったら多分聞けると思うんですけどね。今回僕とチョコリさんしかいないから聞けないです、他の人は参加してると聞けないそうそうそうじゃあ、はい、2つ目、はい、内田裕也さんに、はい、それロックだよねと言われました、はいはい、何をした。ビルそれも大丈夫なんですか。流していいやつなんですか。全部 P じゃないですか。使えるとこあります、ここ。それいいんですか。いや、ダメです。いいんですか。いや、ごめんなさい。ちょっと悪乗りしました。ごめんなさい。今のところ使える回答はゼロですよ。アキテルさん。すいません。ちゃんとやりますね。それではいきます。はい、内田裕也さんに、はい、それロックだよねと言われました。はい、何をした。唐揚げ棒を1個だけ食べて捨てる。ん？カラッと変わった。ん？ん？って。今チョコリさんの反応が面白かった。唐揚げ棒を1個だけ食べて捨てる。ロックでしょうよ。2個残して
1個食べて2個、はい、2個ついてるのに捨てるんですよ、まあ、食べれるのに。ロックでしょ、これお腹いっぱいなんかなって。いやいや、ロックでしょ、食べれるのにポイで捨てるって普通素敵なんですよ、そんな2個残ってるのにね。普通はね素敵なんですよね、うん、そうそう。いやロックでしょ、それちゃうちゃゆうやさんがロックやね。ロック、いや、君ロックだねっつって、あの杖でこうロックやねって。そう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 、ロックシェキダベイベー、シェキダベイベー。もう一個いきましょうか。ちょっと4つ目いきましょうか。というのも、使えるのがね、唐揚げ棒しか今ないですよ。アクテルさん、あ、そうですね、すみません、本当申し訳ない。はいはい、はい、大丈夫です。じゃあ行きましょう。はい、では、はい、はい、内田裕也さんにそれロックだよねと言われました。何をした？筆出されたユッケを1時間後に食べる。それロックじゃなくても事件です。え、事件ですよ。ダメ、それだったら、うん、出されたユッケを1時間後に食べるって言ったほうが、ん、さん迷惑かかるんですよ今。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。またピーじゃないですか。ダメですよ、早めに食べないと。ごめん、ごめんなさい。はい、もう幻が多いですよ。ちょっと5つ目いきます。5つ目5つ目ですか。ね、今の使えないじゃないですか。はい、1問1つ目使えない、はい、2つ目使えない、3つ目使えない、4つ目使えない。もう打率低すぎですよ。いや、ごめんなさい、ほんとすみません、ほんと、もうコンプライアンスが鳴ってないですよ、ほんと。もう、申し訳ない。5つ目、はい、5つ目、はい、西田優也さんに、はい、それ、ロックだよねと言われました。はい、何をした？寝ないでください。起きてください。アキテルさん、起きてください。あ、そうだ、アキテル起きてる、起きてる、起きてる。すみません、すみません。じゃあもう一回いきますね。はいはい、西田優也さんに、うん、それ、ロックだよねと言われました。はい、何をした？コンビニで買い物した後、はい、袋いりますかと聞かれて、はい、いらないと言って出した袋が黒いエロビデオとか入れる袋をこう出した。それにこう、コンビニの商品を、はい、入れて帰った。はい、おー、ロックだね。いや、それはいいじゃないですか。使いやすかっていいですからね、あれは。意外と真っ黒なやつですよ、あのコンドームとか、はい、あのね、買ったら、薬局とかでね、絶対こう黒い袋に入れるでしょ、ね、あと生理用品、ね、そうそう、その袋ですよ、その袋に、はい、を出して、はい、自分で、はい、で、買ったものをこう入れて、はい、帰って、はい、ロックでしょ。ロックだ。それはいいんじゃないですかねと思って。めっちゃ目立ちますよ、コンビニで。白い袋なのに黒のビニール袋ポーン出してよ、はい、買ったものこう入れて、はい、パーでもうそのまま帰るっていう、めっちゃロックじゃないですか。いや、コンビニで 0.1 買ったんかなとか 0.2 買ったかなとかね。ああ、そう、あります。ダメ。やってた。ダメ、これお湯かいとダメかな。まあ、喜ぶ人もいますよ。いいと思います。あ、いいと思います。いいと思います。 ありがとうございます。あ、これで終わりですか。これで終わりですね。まさかね、5個まで行くと思わなかったですよ。いや、3つ使えない。アクテルのオールナイトで一本。いや、大変ですね、やっぱりこのお題に答えるっていうのは。はい、いや、皆さん今まで本当すいませんでした、本当、ね、答えさせるだけ答えさせて、難しい。そうです、前日に急に読んだりとかですね。そうそうそう、当日に急に読んだりとかですね、うん、大変だわ。こんな大変なね、お題を大変皆さん答えてるんですよ、ゲスト。うん、ごめんなさい、今日の回答と一緒に反省します。唐揚げを買って、唐揚げを買って一個で一個でね、一個で一個でとかね、読んで出せるとか。それ使える。誰が編集するか、それ。いや私がやりますよ、編集は。させられませんよ、他の人には。この編集は絶対本郷さん。いや、ダメ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 。怖い怖い怖い。もうダメですよ。というわけで今日はちょっとですね、いつもと違った感じでお送りしました、はい、アキテルのオールナイトで一本でございます。いかがでしたでしょうかね、またサブメンバーのチョコリさんもね。サブメンバーって。いや、ちょっとチョコリ、肩休めます。ちょっと行ってき、はい、お休み。もうあのサブメンバーのね、チョコリさんをちょっとまたね、迎えて、やりたいと思いますんで。これ参加したいよっていう人どうしたらいいですかね。あ、参加したいよっていう人は Twitter に DM したいんですか。 DM でもいいですし、コメント欄でもいいですよ、今回のね。そう、みつきちゃんさんもね、はい、いい加減に呼ばんと本当に圧縮されます、私は。そう、
みつきちゃんさんはあの奈良の春日の大喜びなんでね。あゆみさんもね、まあ、鹿の世話が大変でしょうけども、いつか呼ばないかな。リフラちゃんも ね良くなったらちょっとね参加していただければなと思いますんで、よろしくお願いいたします。チョコレさん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。さよなら。一生懸命か。